What's good, everybody? We back with a walkthrough, Park 4. My Hero 1's Justice 2. Let's get it. Hajimeyo! Togata さ、1年生に怪我させるかと思ってたの。でも全員怪我なしで偉いなーって。面白い子いた？気になるの。不思議。面白い、うん、一番手の子、俺の初手を分析し予測した行動だった。サーが好きそうだ。東方先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君は、なんで俺に？サーナイトアイ事務所でのインターン、オールマイトに紹介してもらえないか相談したんですけど、断られちゃって。でも先輩からならって。グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえるように僕を紹介してもらえませんか？僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキックとして働いていた彼の元でなら比較になると思うんです。断ります。分け合って彼とは気まずいんだ。正直合わせる顔がない。私からは紹介できないが、東方少年に頼んでみてはどうだろう。彼は現在ナイトアイの元でヒーローインターンを行っている。なるほどね。いいよ、俺そういう勝負嫌いじゃないからね。じゃあコスチュームに着替えて体育館に行こう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。 We fighting a million。 新しいスタイル、これくらい黙って。やろっちゃ。蹴る、見えてるよ。すぐダーズダーズ。よいしょ。押していく。そっち見えなかっただろう。これまでの成果をずっと激しく。ここからだ。グリーン止め、叩き入れて。即する蹴る。 Oh my god, that was unblockable to him。I'm not gonna let you get the chance. Free! いいぞ、コツ掴んできてる。アメージング。ニュートリー。Got another S. I've been getting a lot of those. 君はどういうヒーローになりたい？僕がなりたいのは、どんなに困ってる人でも笑顔で、誰も心配させることのないくらい必ず勝って、必ず助ける、最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。インターン先の紹介だけどさ、断る理由ないし、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。ああ、もともとさあナイトアイが好きそうと思ってた。Hey, what we got?Got a Muriel helmet, All Might suit, player card. 待ってください先輩。 Oh, we got gold medal on that one. 先輩にお願いがあるんです。絶対に、we got next. 絶対に認めてもらいます。オールマイトの相棒だった私がなぜコンビを解消したのか。始めよう。私はもともとオールマイトの大ファンで、
5年ほど彼のサイドキックとして活動していたが、あの出来事以来私はサイドキックを降りた。無茶だオールマイト。今回の戦いでは呼吸器官がやられたんだ。以前のようにはいかない。あなたの願う平和のためにも伝説のまま引退すべきだ。明るく強く親しみのある人間、あなたのような人間を見つけ託そう。象徴論はわかる。だがこのままいけばあなたはヴィランと対峙し、言い表せようもないほど凄惨な死を迎える。これ以上ヒーロー活動を続けるなら私はサポートできない。したくない。まさか未来を見たのか。私のことは見なくてもいいって言ったはずだろう、ナイトアイ。次の象徴が現れるとしても、その間にどれだけの人々が怯えなければならない。彼の個性、ワン・フォー・オールの圧倒的パワーの進化は、それを任意の相手に譲渡し、力を育てていくことにある。私と彼は、ワン・フォー・オールを誰に継承するかについても、大きく対立した。ナイトアイ、私はある少年を後継者に決めたよ。彼に力を譲渡した。無個性の中学生だが、人を助けられる人間になりたがっている。何を考えている。志だけで平和の象徴が務まるわけがない。ふさわしい人間なら他にいくらでもいるだろう。馬鹿げている。そして私は真にふさわしいと思う後継者候補をミリオを育成し始めた。まだ彼とは疎遠のままだ。Got a party invitation. Customized character. Two player cards. All. 絶対に認めてもらいます。 Now you're about to fight Nara. ナイトアイ。僕、始めよう。I haven't played with him. I'm curious about how his moveset is.東方先輩にサーナイトアイを紹介してもらうために事務所へ連れてきてもらった。サーナイトアイは自分にも他人にも厳しいことで有名だけど、ね、in an anime, 先輩曰く、ユーモアを最も尊重するらしい。 like a martial artist. そしてインターンを受けるには、so、I wonder if it's gonna be the same 必ず1回は笑わせないとって。自分のわがままでここまで導いてもらったんだ。ここからは僕自身で開くんだ。ユーモアのセンスなんてない僕ができること、鏡の前で長年練習し続けたこれで。よりは未熟です。貴様、その顔何の準備だ。私をオールマイトの元サイドキックと知っての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。目元のシワは通常フェイスで約 0.6 センチ、シルバーエイジからは約 0.8 センチ。非常に不愉快だ。お引き取り願おう。あなたの元でインターンがしたいんです。今よりも強くなるためにお願いします。この契約書に印鑑を押せば契約成立となるわけだが、私は貴様を認められん。貴様が我が社にどう利益となるか、言葉ではなく行動で示してみるといい。3分以内に私から印鑑を奪ってみよう。私の下でヒーロー活動を行いたいのなら、貴様が自分で判を押せ。ファイナルラウンド。 We about to put the pause on this boy. この室内がどうなっても。 Oh yeah. Oh yeah.I'm about to whoop your ass, Night Eye. Come here, boy. Where you think you're going? Oh.
ここを通って。ガチ。予想よりこれまでの成果を。ずっと激しく。おお。こっち行く。レスキュー。レスキュー。足を使う。これも。切り込む。Oh, I kicked him downstairs. Dead. Oh. Oh, okay. Slid on that boy. I gotta say, I do not like Shu's style over the way he used to fight before that, when his hands wasn't all beat up. I do not like Shu's style.貴様がどこで何をしているか私には見えている。見れば見るほど貴様でなければならない理由が見当たらない。なんとも無様。気が抜けたか。気が抜けたわけじゃないです。オールマイトヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー踏むとこでした。まさか部屋のオールマイトたちを避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。私の煽りに感情を揺さぶられつつも周囲と私への対策を考えていたと。採用だ。だが貴様を認めたわけではない。象徴なき今、誰がその力にふさわしいか現場で痛感してもらう。たとえ彼の意に反しようと。I'ma definitely rock that mask. I like that. They only got a silver? Eerie. Oh, this is just a video, though. ナイトアイ事務所に無事採用された翌日、僕はインターン初日を迎えた。業務はパトロール兼監視。ナイトアイ事務所は今シエ八斎会という小さなヴィラン団体、その若頭千咲という男を追っているとのこと。実際に星の敷地近辺を監視するのはサーたちで、俺たちは周辺区域のパトロール。大丈夫、いろいろ教えるよ。コスチュームをまとって街に出れば俺たちはヒーローだ。油断はするなよ。はい。ごめんね、痛かったよね。立てない？大丈夫？ダメじゃないか。ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。うちの娘がすみませんね、ヒーロー。行かないって。シエ再会、若頭千咲。嘘だろ。あの娘さん怯えてますけど。デク君、余計な勘繰りはよせ。明らかに詮索を嫌がってる。警戒が強まればますます尻尾を出さなくなる。無難にやり過ごすんだ。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか？あのエリちゃん、待って。なんで
なんだ、もうダダは済んだのか。すみません、ご迷惑をおかけしました。ではお仕事頑張って。Nothing special. あの子、ファン。God damn, two videos back to back. あの子、始めよう。Yeah, we gonna fast forward this. すみません、事故りました。まさかあんな転校生と四つ角でばったりみたいな感じになるとは。あ、そうだ。怪我の巧妙というか、新しい情報を得ましたよね。下着には娘がいます。エリちゃんと呼ばれてました。手足に包帯を巻かれていました。とても怯えていた。何もわからないけど助けを求めてた。どうにか保護してあげられていたら。傲慢な考えをするんじゃない。ことをせいては子孫じる。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。志だけで助けられるほど世の中甘くはない。大きなしこりを残して僕のインターン初日はあっという間に終わってしまった。トロフィー。Oh, we got some staying cards. Okay. Yeah, I like staying. Fan としてではなく、こ、始めよう。インターンに参加して、募っていたモヤモヤがより一層大きくなった。オールマイトのこと、ワン・フォー・オールのこと、僕は何も知らなかったんだ。いても立ってもいられず、オールマイトに問い詰めてしまった。すべて聞いた。後継者として全部知りたかったんだ。トーガと少年を後継者候補に勧められていたこと、そして私の死が予知されていたこと、言いたくなかったんだ。ごめんな。君は私のファンだから。彼は私の身を案じ、私は人々の平和を案じた。そのまま喧嘩別れした。ただそれだけのことさ。そして君と出会ったんだ。君が来たってことを世の中に知らしめてほしい。嫌だよ。僕が来たっていうところ、生きて見ててよ、オールマイト。神の手の戦いがゴールなんだと思っていた。でも君がいた。君が答えてくれる日々が私に生きろと囁いてくれた。君のお母さんにも生きて守り育てろと。今さらあがくよ。君が変えてくれた。私は生きる。運命などこの腕で好きな形にねじ曲げてやるさ。僕、あなたに何があっても僕も一緒にねじ曲げます。ファンとしてではなく後継者として。We clear those. よろしくお願いします。気合い入れていきます。お、なんか騒がしいぞ。 What we do? Story clear. Complete in 60 seconds. Plus ultra finish. 始めよう。 Easy enough. 俺は BIG3 のアマチキ先輩に猛プッシュして、先輩のインターン先ファットガム事務所でインターンをさせてもらえることになった。BMI ヒーローファットガムや。
よろしくな、レッドライオット君。最近チンピラやらチーマーやらのいざこざが多くてな、武闘派欲しかってん。レッドライオット君、適材やで。って噂をすれば、二人とも行くぜ。ヒーロー、畜生ついてね。せっかくこれから一旗あげようって時に、いたばらけるぞ。させへん。兄貴たち、助けなきゃ。兄貴逃げろ。撃たれた。一体どこから。だが思ったより痛くない。逃がさない。タコで捕まえる。個性が発動できない。逃げんな。せめて仲間助ける姿勢貫けよ。人撃って自分だけ逃げるなんて男らしくねえよ。そっちは行き止まりだ。観念しろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。せいせい堂々と行くぜ。やべえぞ。どっちですか。削り倒す。受ける。アゴGot over there. That was nice. I can't. We're trying to grab. We're not trying to grab. Alright, there we go. One more time. There's not much we can do. めっちゃハイになってきた。やる。腕がないや。腕がなりまくる。CCI が。CCI が。なりたかった。20%。That's if I got the 50% health. これが男の生き様だ。なりたかっただけやね。頼むよ、逃がしてよ。俺は力が欲しかっただけの哀れな人間や。泣いてもダメだ。逃がすことはできねえ。先輩を撃った。気持ちはよくわかるぜ。俺も昔は。てめえの話なんぞ知るかボケ。素直すぎやで。助かったわ。逃げる、逃げたる。捕まってたまるか。レッドライオット、遅なってすまんな。個性脂肪吸着。俺の体は何でも吸着し沈めるで。観念し、チンピラども。今回の騒ぎは無事収まったが、銃弾を受けたサンイーターはしばらく個性が使えなくなった。個性をブーストさせる薬はわかる。しかし個性を使えなくする薬いうんは嫌な感じやな。I didn't know they have you fighting other people that's not like main characters.Cause I remember him from the anime. But I didn't think they was gonna put you against him. That's cool though. よろしく。ねえねえ、なんで喧嘩してるの？喧嘩はダメなんだよ。ねえ、知ってた？知ってる？始めよう。Yeah, that's cool. So you could like take a break from the main characters.Fight you some Randy's, you know. うららかさんとつゆちゃんに私のインターン先の琉球事務所を紹介したの。それでね、今日はヴィラン同士の抗争を止めに来たんだよ。
ねえねえ、なんで喧嘩するの？個性同じだから？変なの！なんだ？ぶっ飛ばそう！うららかさん、つゆちゃん、いくよ！ファイナルラウンド、レディークラッシュ！よっ、まずは私だね。ほい、飛びながら、さあ、へい！So that's how it gotta be like waves or something. That's what it looked like. That shit took mad hell of a way. That took a lot of my health with just. Oh my goodness, bro. Hit him way more than he hit me, and we got the same health. That's fine. I'm not gonna be able to finish off with this whole thing. That's all. Yeah. Wait, no. Crap. Okay, I could now. Come on, come to the bait. Oh my goodness. I got it. Oh my. Are you kidding me, bro? That's bullshit. He better not. No. Are you kidding me? Dude, what? I'm finna beat this man ass now. I'm not playing with. Gave me my first loss. I'm on your head now. Don't make me lose. Thought you had me, bitch. Oh my, bruh. If you do this shit again. Bro, really, nigga? Gotcha, bitch. Ooh, okay. I was about to say. I was about to say, if he avoided that some way, somehow, I'm getting off. が認められ、オールマイトの元サイドキック、ナイトアイからのチームアップ要請、指定ヴィラン団体、シエ八斎会を調査する任務に就くことになった。
喧嘩してるの？喧嘩はダメなんだよ。ねえ、知ってた？グラントリノに愛沢…さて…グラントリノに愛沢先生まで始めよう。 Get that out the way。 数日後、愛沢先生、ロックロックをはじめとする有名ヒーローや桐島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前から知恵発災会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日は知恵発災会が何を企んでいるのか知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明。ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。発災会は以前、不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと発災会には交流があった。発災会の若頭、千崎の個性はオーバーホール、対象の分解修復が可能。そして千崎には娘がいて、当事務所の二人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねえってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの？全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。二人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。何が最高のヒーローだ？何がミリオンを救うルミリオン？一ついいですか？どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間、1人しか見ることができない。その1時間、他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ、占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め、早期解決を目指します。ご協力、よろしくお願いします。Hey, y'all definitely don't want to miss next episode, cause things about to get crazy, man. Like, story is about to liven up. グラントリノに愛沢先生も。さて、少しでも始めよう。Yeah, man. Cause they about to infiltrate the base, and I'm talking about everybody like fighting to the end. It's wild, man.Especially Fat Gum and Red Riot. Dude, that
That was a good fight. わざとミドリアに私を差し向けたと言っていた。ミドリアイズク、よく似ている。私が理解できなかった。オールマイトの底に宿った狂気に。おや、あの男は調査報告にあった八歳会の人間。なぜデパートに？あとを追ってみるか。と。おい、お前人にぶつかっといて挨拶もなしか？ああ、これは骨が折れたな。治療代をいただかねえとな。私の不注意だ。すまなかった。と言っても解放してくれないか。あの男を見失いたくはないな。仕方ない。I just beat this boy, man. I'm feeling this. Okay. Okay. I see. I'm feeling Night Eye right now.終わらせるとしよう。極めてするぞ。おお。めっちゃ前になってきたわ。ミリオンデク、boy, they was pissed off. Just to the fact that they could have saved her, but they had to hold on. They was pissed off, man.Especially Lemillion. Come on, boy. That's dope, man. Yo, I'm definitely using him online. That's dope. That move that I just did? That's dope. I fuck with that. Gotta be some light. さてと、あの男は…プリン…プリン…プリンは置いてねえじゃねえか。どこに置いてんだ、クソ。ガキのことはわかんねえ。めんどくせえ。まあ、なんでもいいだろう。面倒。まあいい。ガキというのは、もしや。ここにありますよ。なんだってめえ。私も好きなんですよ。Is that twice? I think that's twice. I don't know. Okay. Ah, more bullshit. I'm not gonna use this. Sate. Alright, we done with both of those. Sate. これで居場所は分かった。